皆さんこんにちは、開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では開運の流れに乗って最高の人生を生きるの第4弾になります。いよいよですね、今回は今まで第1弾、第2弾、第3弾と来てですね、その総集編としてですね、実際に開運の流れに乗って最高の人生を生きるための言霊をですね、皆さんにお伝えしますので、最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り合えたあなた、本当についてます。ということで早速始めます。はい、ということで今日は開運の流れに乗って最高の人生を生きるの第4弾をお送りさせていただきます。前回の流れでですね、まず外的な物事をですね、自分の思い通りにならないと、自分はダメなんだというね、信じているこの自我さんっていうのが全て問題なんですよと、あるいは、自分自身はこういう人間にならないとダメなんだと信じているこの自我さんというものがね、ハンドルを握っているっていうことが問題なんですよという話してきました。それで特に外的な物事をね、こうでないとダメだっていうこの自我さんのハンドルっていうのはですね、実は対人関係なんかの中ですごい悪い影響を与えるんですよね。で、例えば第2弾の時に、自分の彼氏がね、自分のことを大切にしてくれないんだと、で、それがうまく自分を大切にしてくれる人じゃないと自分は幸せになれないんだということでですね、他の彼氏を探していたわけなんですけれど、それは逆に言うとね、この人を最初変えようとしたんですよねと。つまり自分にとって幸せになれる相手っていうのは自分を大切にしてくれる人なんだと。で、それが相手が違った場合ですね、相手をですね、その大切にしてくれる人にしないと自分は幸せになれないんだって自我さんは思っちゃうっていうことなんですよね。で、だから日頃ですね、家族であるとか、あるいは職場の人とかにね、この人はこういうふうに振る舞ってくれないと自分は幸せになれないんだ、この人はこういうふうに振る舞ってくれないと自分は幸せになれないんだっていうことを無意識に常にやってるわけですよね。だから日頃人間関係の中で不平不満って募りますしね。で、相手がこうならないと、自分の思ってる通りにならないと幸せになれないんだったら、幸せになるってすごい大変じゃないですか。というのは、人っていうのは変わんないんですよ。天気みたいなもんでね、いくら雨降ってるからって言って、これ晴れろって、晴れたら私はハッピーになれるんだって言っても変わんないのと同じようにね、人にね、自分はあなたがこうなってくれないと幸せになれないんだから変わってくれって言ったって変わってくれるはずないじゃないですか。ですから対人関係の中で問題が生じるっていうのも、実はこの自我さんがハンドルを握っているっていうことが非常に大きなポイントになってくるわけですよね。で、そのあたりね、どうやって解決していくのかっていうのが、今日のテーマになっていくわけですけれど、で、今日はですね、皆さんにとっておきの言霊をお伝えしたいと思っております。で、その言霊っていうのはこういう言霊になります。私はハンドルを手放します。私はハンドルを手放します。この言霊です。そして、これにはアクションをつけていただきたいんですけど、ギュッとまず手を握っていただいて、そして私はハンドルを手放します、私はハンドルを手放しますということで、実際にハンドルを手放していただきたいですよね。で、これどういうことかと言いますとね、例えば自我さんが信じている、私はこうでないと幸せになれないと、例えば私はお金持ちにならないと幸せになれないって信じている自我さんがいるとしますよ。そうしたら、
それを叶えるために自我さんがいろいろジタバタとね、すると思うんですよ。ハンドルを握ってね、一生懸命そのハンドルを切ろうとすると。で例えば、今月の支払いがね、滞ってると、これが、払えないと私はね OK じゃないんだ、幸せじゃないんだと。ましてやこういう月の月の支払いにね困窮している自分は幸せになれないんだっていういろいろな観念、感情が出てきた瞬間、私はハンドルを手放しますということで、そのハンドルを握ってジタバタしてるのって自我さんですからね、そのハンドルを手放してください。あるいは例えばこの人がこういう風になったらね、例えば自分の旦那がもっと優しくなったら、あるいは旦那がねギャンブルやめたら、自分は幸せなんだろうなって信じていた、自我さんがいたとします。それは逆に言うと、旦那が優しくしてくれないと、ギャンブルやめてくれないと幸せじゃないんだよねって信じてるってことですよね。でその信じている、自分の思い、感情、それに気づいたら、例えば旦那と話しててね、ちょっとパチンコ行ってくるわと言った時に、うわーって、あんたがねパチンコやってるせいで本当私面白くないわよっていう思いが出てきました。それはパチンコをやめないと幸せになれないという、思いがベースになってますから、それ発見したら私はハンドルを手放します。つまり、その自我さんのハンドルっていうのは常にですね、自分の思い通りにしたい、自分の思い通りにならないと OK じゃない、自分の思い通りにならないと幸せになれないんだって勝手に自我さんが決めてるんですよねって。ただ本当は、何度も言うようですが、幸せの流れっていうのは常に来てるんです。でこれを変えないとって思ってると、その幸せの流れに全然乗っていけないんです。だから私はその自分の思い通りにしようとしている、そのハンドルを手放すっていうことなんですよ。で話していただいて、話せば勝手に流れていくんです。その幸せの流れにこう流されていくんです。どんどん流されてください。あるいは、前回やりましたスピリチュアルエゴの話でね、私はこういう人格にならないと OK じゃないんだということで、自分自身を責める思いが出ると思います。なんでこんなことも許せないんだろうと、思いが出てきたら、私はハンドルを手放します。とにかく、自分自身の自我さんがハンドルを握ったなと思った瞬間、全部私はハンドルを手放します。それは必ず自分が物事を思い通りにしているっていう現象によって分かりますから、常に、常にですよね、ほとんど自分の思い通りにしようとしてるんですよね、自我さんっていうのはね。そうじゃないと幸せになれないと信じているから。だから、会議なんかやってたとしてね、自分の意見が通らないと、もう相手の意見が正しいとか間違ってる以前に、私の意見が通らないともう面白くないわけでしょ。でその時に、自分の思い通りにしているハンドルを握っている、こうならないと私はハッピーじゃないっていう、その自我さんのハンドルを手放すんです。私はハンドルを手放します。これをですね、ひたすら日常の中でやっていただきたいんです。そうすると本当にしょっちゅう自我さんがハンドルを握っていることに気づくと思います。で気づくたんびに、私はハンドルを手放します。これをやってください。でハンドルを手放している時間が長ければ長いほど、あなたは幸せの流れにだーと流されていきます。ですから例えばね、第2弾でお話しした、その自分の彼氏、自分に優しくない、だから私は幸せになれない、だからこの人は変わらないから別の誰かを探さなきゃなんないんだって思ってたわけですよね。で実際この人変わりましたけど、それは自分が変わったからであってね、自分が明るく生きるようになったから大切にしてくれた、つまり自分の境地が変わったから、変わったわけであって、それ以外のことで人って変わんないわけですよ。であるいは、大島がねもう人前で話すの嫌なんだ
もう人前で話すっていうことは自分の幸せのプランにないんだっていうことで自我さんがこう握りしめていたならばですね、私は今の自分というのはないわけですよ、大島はね。つまり、全部自我さんというのは1秒先も分かんない、この道行ったら幸せになれるかどうかも分かんないのに握りしめてるんです。そして目の前の現象に常に文句を言って、それを自分の思い通りに変えよう変えようって常にしてるんです。でそれって本当にうまくいくんですかと、今までの人生見てきて、今までの人生ずっとそれやってたと思うんです。気に入らない気に入らないって、もし気に入らない現象が多かったとしたならば、それはあなたの思い通りにならないことが多かったということですよね。あるいは、それを思い通りにしたいっていう思いを握りしめてて、それによって対人関係がぶつかってとかですね、会社が面白くなくなってとかですね、全ての苦しみ不幸、あるいはストレスの原因って、この自我さんが自分の思い通りにならないと OK じゃないんだと、信じてるからですよね。でこれをやって、とにかく自分が思い通りにしよう、思い通りにならないとダメなんだっていう思いが来たら、ハンドルを手放します、ハンドルを手放しますって手放していたら、まず今ここで、不幸、ストレスっていうのは解放されます。だって思い通りにしてないところに不幸とかストレスってないですから。でさらにそれをやって、ハンドルを手放した時に、ちゃんとですよ、あなたの本当の幸せの流れっていうのに乗っていけるようになるので、これはね本当に騙されたと思ってやってみてください。これをやることによって、まず今のストレス不幸がなくなります。そしてこれをやることによって、あなたは幸せの流れに乗っていけます。ですから騙されたと思って、まずはしょっちゅう、自分が思い通りにしたいって思ってる自我さんを発見したら、私はハンドルを手放します。これだけです。で、メンバーシップとかやってる方はですね、瞑想と合わせてぜひこれやってください。そうするともう瞑想の効果っていうのがものすごい加速していきますんで、ね、ぜひ、もう騙されたと思ってですね、これ続けていただければ、皆さんの人生間違いなく爆上がり、間違いありません、本当にね。ですから楽しみながらチャレンジしてみてください。もちろん初めからうまくできなくて結構です。やってるうちに誰でもうまくなりますから。ですからね、最初からできないって言って自分を責める、やめてください。もう初めてのことは誰でもできないんです、最初はね。でもこれは習慣なので、誰でもやってればできます。で誰でも幸せの流れに乗っていきますので、楽しみながら続けてみてください。ということで、今日の動画がちょっとでもよかった、あるいは参考になりましたっていう方はですね、いいねボタンをグググググググッと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。大島秀明でした。またお会いしましょう。